ベースボールキングチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。編集部のザキオです。今回もメジャーリーグ特集やってまいります。モビーさん、引き続きお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではでは今回はですね、筒香選手が移籍しましたタンパベイレイズについてやってまいりたいと思うんですけれども、はい、まあ、レイズの昨シーズンからこのオフ、そして今まで、はい、モビーさんどういった感じで見てらっしゃいますか？去年はそのレイズの特徴といいますか、はい、金はないけど知恵はあるという感じで、はい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 、とにかくいろんな戦法を駆使してゲリラ戦法という感じですかね。ほうほうほう。で、少ない金でいい選手、あのブレイクするんじゃないかという選手を取ってきて、うん、機能させ96勝、そうなんですよね。6年ぶりのポストシーズン進出を果たしたというですね、ワイルドカードも勝ちましたからね。はいはいはい。レイズは今なんといってもヤンキースがいるものの、はい、プレーオフポストシーズン進出の、まあ、候補のまあ、本命までいかないけど対抗に行くぐらいの存在ではあるんじゃないかと思いますね。なるほどなるほど、はい、そうですよね。まあ、アメリカリーグ東地区というとやっぱり資金力に長けた、ね、2球団がいてというところがあって、はい、そこにいかに対抗していくかという、ね、そうですね、ところで注目を集めてたと思うんですけど、うん、やっぱり、武器というか強みとなるのはやっぱピッチャーになるんですか？そうですね、去年も MLB2 位の防御率、チーム防御率を誇りまして、うんうん、まあ2018年から、使ってきたオープナー、そうですよね、そしてあとその後のを投げるバルクガイと言われているいわゆるこれ2番手ですね。ほうほう。オープナー1イニング投げた後の、2番手3イニングから5イニングぐらい投げる、まあ、第2先発みたいなもんですけど、はいはいはい、もあの防御率良かった、まあ、これちょっと記録をちょっと出せない新しいこう存在だからちょっとね難しくて出せなかったんですけど、これ、はい、バルクガイもまあ安定してると。へで、さらに、いわゆる先発のサイヤング賞2018年取ったサイヤング賞のブレックスネル、はい、そしてあとチャーリー・モートンですね、うんうん、ワイルドカードでも高騰したベテランチャーリー・モートンが、いて、さらにはもう一人今年ブレイク必至と言われてるですね、タイラー・グラスノーという若手のピッチャーがありまして、彼はそう怪我で、ちょっと5月の半ばから、うん、8月いっぱいまで、休んでしまったんですけど、はいはい、6勝1敗、はい、もう開幕から8試合で 6勝ですね、6連勝を挟んでました。すごいいいピッチャーで、今年はあのもしかしたら最悪飛んじゃないかみたいなことすらあの言われているね、若手のピッチャーがいまして、ちょっとまあレイズの試合これから中継がね増えると思いますんで、はいはい、タイナーグラスの投手にも注目してほしいんですが、はいはいはい、何しろ皆さんに注目したいのは、まあ、もちろん筒香嘉人選手。そうですよね、はいはいはい、打線、レイズの打線っていうとどうなんですかね？基本的にはあの今年筒香嘉人選手とともに、はい、ハンター・レンフロー選手とあと、はい、ホゼ・マルチネス、はいはいはい、左に彼は滅法強いんですけど、が加入して割とこう今までは細かくつないで、適材適所で打点をとにかく稼ぐという点をとにかく取っていくっていう戦法だったんですが、はい、ちょっとこうやって大砲というか、まあ、長距離中長距離のバッターを入れてきたっていうのが、まあ、あのチームのその何ていうんですか、礎といいますか方針が、ね、ちゃんともう根付いたということを踏まえてその適材適所でミドルヒッター、中長距離のバッターを取ってきたんじゃないかなとは思いますね。はいはいはい。まあ、あとポジション的にはやっぱ筒香選手外野かなと思ってたんですけれども、うんうんうん、まあ、春見てると実戦で三塁を守ったりとか、はい、やっぱ結構いろんなプランを考えながらやっていく球団なのかなってイメージがあったんですけど、そうですね、まあレフト守るんだったら、まあレフトはねずっと日本で守ったポジション、ね、基本的には DH、 あとはファーストも守ることがあるんじゃないかと思いますね。へえ、なるほどなるほど、はい、まあ、サードもね、スプリングトレーニングではいい守備見せたりとかしましたので、 で、ね、はい、そんなになんか動かない選手ではないと言いますか、うん、割と動ける大柄選手ですから、うん、スウォー選手、なるほどなるほど、で彼もその例えば若い時期に2015年にドミニカに、ね、修行という形で練習とか試合に参加したり、うん、そういう、こう野球に取り組む姿勢はすごく熱心ですから、そうですね、あのチームが勝つことに関してやっぱりいろんなことを受け入れるんじゃないかと思いますけどね。はい、まあ、チームも結構、まあ、好意的というか、あのレイズのね、はい、皆さんちょっと調べていただきたいんですけどね、はい、レイズの球団公式が、うん、筒香ようこそみたいな動画をね作った時もすごいいい動画を作ってたり、う、はい、うん、
ちょっとなんかジーンとして来るようなもうところもあったりして、はい、あとはまあその、セントピーターズバーグというですね、このタンパベイレイズがある街、はい、タンパベイには実はなくタンパにはなくてですね、ほうほう、レイズのホームスタジアムトロピカナフィールドというのは、はいはい、ちょっとあの離れたセントピーターズバーグという街にあるんですけど、ほうほうほう、まああの観光客はほぼないっていうか、あ、そうなんですね。これ日本人の観光客、はいはいはい、あの都合義友を見に来るファンを目当てにするとこもちょっとあるんじゃないかなと思うんですけど。なるほど。でもまあでもそれでねファンが増えたらいうことに越したことないので、確かに確かに、あの岩村明信選手以来の日本人選手とか、ね、はいはい、まあ、あのレギュラークラス、あのがっつりねフルシーズンで働ける選手としては久しぶりなので、これで日本人ファンもね、そうですよね、行くんじゃない、特に DeNA スターズの DeNA ファンはユニフォームの色も似てますし、はいはいはい、ぜひね、あのオールドタイムデーのユニフォームがね、はいはい、レイズのユニフォームね、あのいわゆる1970年代にはチームは存在してないんですけど、はいはい、あったなという体で作られたユニフォームがあるんですけど、それが、ね、すごくねおしゃれなんですよ。あ、そうなんですね。すごいね、もうあの70年代っぽいちょっとディスコ超なあのロゴをつけた、ね、UFO も、松井秀喜選手もそれ着てて試合出てた映像もあるんですけど、はいはい、こちらもねぜひねちょっとチェックして、そうですね、ユニフォームちょっと検索していただいて、はい、はい、はい、と思いますけれども、うん、まあ、レイズの他に注目選手とかおすすめの選手とか、キャッチャーマイク・ズニーノというね、はいはい、キャッチャーがいるんですけども、はいはい、彼はシアトルから来まして、はい、去年がね、まあ、どん底だったんですよ。ほー、打率ね1割6分5厘ぐらいだったかな確か、はい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 、それなんで、ね、内野も今のところ、まあ、外野が基本的にケビン・キアンマイヤーというね、はいはい、DRS 守備防御点っていう、はい、数値でいうと1シーズンで13点も防いだという数値を叩き出したケビン・キアンマイヤーがいて、はいはいはい、あとショートも同じくDRS プラス13、はいはい、ウィー・アダメスがいて、あとセカンドがプラス5の、ブランドン・ローに並んで、キャッチャーのマイク・ズニーノもプラス9と、はい、守備では貢献してるんですよ。なるほどなるほど。で、1割6分台から悪くないことはさすがないだろうということで、こちらそう、ぜひマイク・ズニーノが2割に乗ったらさらに強くなるんじゃないかと。確かに確かに、貢献度としては、ね、かなり上がるっていうところが、はい、で、彼の、登場曲はいはい、がですね、トム・ペティのですね、はい、アイ・ウォント・バック・ダウンというですね、もう名曲なんで、はいはい、で彼の出身地、マイク・ズニーノとトム・ペティですね、はい、の出身地が同じゲインズビルという町でですね、先輩をこう立てて先輩のその大先輩の地元の名曲を選んで、しかもフロリダで立って、あの活躍したの試合に出てることで、フロリダを愛する、キャッチャーとしてですね、こちらも、ね、なるほどなるほど、ちょっと注目していただけると。そうですね、はい、筒香選手で見られることが増えるかもしれないんで、はい、その時にはキャッチャーのズニーノ選手にも注目というところで、打ってくれって感じです。そうですね、あとはワッティングが上がってくれればというところでご紹介いただきました、はい、まあでも筒香選手初めての、ね、まあ、バッターで、メジャーリーグで、うん、っていうところですけど、はい、まあ、今のところはまだバッティングそんなに苦しい、まあね、オープン戦の段階ではありますけど、逆にも全然打てますからね、あの、うん、逆に打つことを別になんか恥ずかしく思ってないと言いますか、うん、きっちりヒットが出ろそれでみたいなこう柔軟な考えの持ち主ですからね、はいはい、いやそれはあの日本のそのいわゆるこうねスパルタ的な練習に異を唱えた、そうですよね、頭の柔らかい選手なので、はいはいはい、もう多分アメリカではあの活躍できるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、いろんな形で数字が伴う伴わないはどちらにもかかわらずも、アメリカでいい活躍できるんじゃないかなと思います。そうですよね、はい、あとまあ久しぶりのねこのスラッガータイプの日本人選手が、ね、楽しみ海を渡ったってところも楽しみなところなんだって、はい、ね、チェージマンと一緒に頑張ってほしいですね。あ、そうですよね、韓国人の選手がね、はいはいはい、4番打ってたりしてますので、そちらもどうぞご注目ください、はい、というわけで、はい、今回も、メジャーリーグ特集をお送りしてまいりましたけれども、この特集まだまだ続きますので、はい、ぜひねチャンネル登録、グッドボタンなどしていただきまして、引き続きご覧になっていただけたらと思います。 います、はい、それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。 I never look back now I never look back I can't be